高橋直澄のトラブルメーカー。皆さんトラボー、高橋直澄でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございますかね。ということで始まりましたトラブルメーカーでございますけども、6月終わりましたね。そして7月に入りましたね、そして7月1日ね、お手フェス in 日本武道館、来てくださった皆さん、ありがとうございました。ものすごい人数と豪華な方々、こんな方々まで出るのかというですね、もう何人いたのかもう知りません。本当に多すぎてわからないです僕は実際。ねきっとご挨拶し損ねた方もいるのではないかというぐらいな感じでございましたで、ね、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか、ね、来てくださった皆さん、そして、ね、配信で、ね、応援してくださった皆さん、ありがとうございました、ね、そんな、ね、夏を迎えた東京、ね、でございますよ。梅雨後も、ね、今までで一番早い梅雨明けをしたという、ね、そんな武道館夏しましたけども、ね、まあ、夏といえばですね、もうね、かき氷アイス食べたくて食べたくてですね、でも今年はね、その食べ物をなるべくね、こう自由奔放に食べないようにっていう年にしてありますので、アイスクリームをずっと食べなかったんですけどもね、はい、この間ねあまりにも気持ちよすぎたのでその日だけ解禁して食べたんですけどもね、美味しいアイスでしたね。あんなシチュエーションで、まあ、ブログにもちょっとあげましたけども、どこで撮ったかはまたこの番組で改めてねお話ししたいなとは思いますけどもね、で夏というところで夏の風物詩チョロがビロロローンと伸びておりますそんなところで行ってみましょう。今週のチョロお届けしましょう。去年ね、こうなんていうの、このインフィニティのマークみたいな、ねじれてないインフィニティのマークみたいな形の段ボールのベッドをですね買いましたよっていう話をしまして、そこねお気に入りで、あ、よかったなと思ったんですけど、一個も今年は乗らないですよね。全然乗らなくて、もうそれ乗るところだとか爪研ぎだっていう認識すらもうないみたいな、もう忘れましたけど全然知りません、興味ありませんみたいな、今年のトレンドじゃないんで通みたいな。でも今完璧にリビングのテーブルの下がお好きみたいで、はい、そこでひっくり返っております。でこの番組でちょっと言ったね、毛玉問題、はい、ブラシね、この間コーム買ってみましたよって言ったんですけど、コームがね意外とね使い勝手が悪くてですね、うちのチョロの毛の絡まりっぷりにはまだちょっと早いというか、もう一段階ちゃんとほぐしてからだったら多分すごくいいコームだと思うんですよ、なので刃がついてるやつでちょいちょいと今ねほぐしながら、毛玉を取ってるんですけど、今年ね、なおちゃんねうまいかもしれない。その去年はねバシバシってこう切っちゃったのよ、もう、ほどけなさすぎて、だけど今年ね、そのブラシのかけ方とか、その毛玉になった部分のほぐし方がちょっとうまくなったのかもしれない。ね、手首を使ってやった方がいいよっていう情報がありまして、こう平行にビュッビュッとこすって背中のラインに沿ってこう首の根っこから尻尾の方までザーってやるとダメみたいなんですよ、もっと短いスパンでこう 2,3 センチでシュンシュンってこうね、チョンチョンチョンってやるようにするとですね、その痛がらないよっていうのもあって、僕これなんで知らなかったんだろうと思うんですけど、例えば猫が自分で舐めるペースってそのぐらいじゃない、ザーっていっぺんに広い範囲舐めない、猫の舐めるぐらいのところでやってあげるとなんかこう嫌がらないよって、今年ねあんまり嫌がらないんだよね。プラスなおちゃんが上手なんですで、あとね、あともうちょっとで取れそうっていうところまで来ててね、この達成感半端ないですね今のところ。手にもっさーっていうね、その毛玉の束とかが乗っかってるとね、はぁ、やったなっていう感じがしますね。うちのチョロの梅雨明けはまだですということで、高橋直澄のトラブルメーカー、今週も元気にいってみよう。
それでは普通のお便りご紹介していきたいなと思いますけども、まだまだ届いておりますよ。アライブポイント2のですね、感想ですね。私高橋直澄20周年を迎えましてデビューね、ありがとうございます。その20周年記念のですね、アライブを毎月のように開催させていただいておりますけども、そのポイント2というですね、6月に行わせていただきましたアライブがですね、非常に皆さんの心に届いているようで私高橋のぞみ非常に嬉しく思っております。ありがとうございます、はい、紹介していきたいと思いますけども、まずこちらですね、横浜のシャボン玉からいただきましたありがとうございます。懐かしい、なおさんトラボ大トラボ、今の分かりました CM ですよ、ね、シャボン玉石鹸っていう、ねはいはい、CM があるんですけどもね、なおさんトラボで、はいトラボ、20周年アニバーサリーアライブポイント2、とても楽しいキラキラのアライブでした、うん、そのキラキラな余韻が残っている2日後にマスコットすねたくんとあの場所に行ってみましたということでね、写真が添付してございますけども初めて行きましたが、インディケートの時もムービーパンフレットも、撮影もここでしたんだなっていうことでね、あの僕が撮影した場所を探して行ってきてくださったようででここで一人で撮影したって、なおさんハートが強いなって思いました次のサマートゥーシーンはバンドメンバーさんが増えるみたいですね、とっても楽しみですというふうにいただきました。ありがとうございますね、えそうなんですよ、次回は7月24日でございます、はいね、18時からということでね、夏よいいわ、ねはい一応やっておりますけど次回のメンバーはね、キーボードマサルくんと、そしてキーボード、野中正雄一と、はいね、そしてタグサックスが入って3人ということで、ね、今まで2人2人で来てたんですけど、今回は贅沢に3人メンバーでお届けしようっていうですね、そんなやつでございます。ただいま早引き特典受付中でございます。そちらでねチケット買っていただけたらなというふうに思っております。よろしくお願いしますね、はいはい、ということで、そのねムービーパンフレットね、こちらあのまだありますので、うん、ぜひ手に取っていただけたらと思います。こちらも非常に評判いただいておりましてね、私のいろいろこだわったやつとかですね、パッとこう見ていただくと、いやいろいろ盛りだくさんで入っておりますからね、うん、よりライブが楽しくなると思いますけども、まあ、アーカイブね、あのギリギリもう終わっちゃったなっていう、ほぼこの放送が ね、うん、ね、あの始まった時はそろそろ終わりかなってところでございます、うん、次をお楽しみにしていただきたいなと思いますけどもね、はい、さあ続きましてこちら行きましょう。京都市の新米ママの郁恵からいただきました。ポイント2お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。私はリアタイできず21日に午前半休取ってアーカイブ楽しみました、うん、泣いて歌って踊ってめちゃくちゃ楽しくて疲れました、うんうん、笑いってね、うん、これは伝えたいという感想をダーッと書きますね。光日差す方へはずっと好きな曲で、今家族関係を良くするために自分の中でもすごく頑張っているので、前奏流れた瞬間から張り詰めていた糸が切れた感じで、泣いていいよの歌詞でダーッと涙あふれました、うん、映像も相まってナオニーと一緒に光日差す方へこれからも歩いていける、そう感じました、うん、久々に自分を癒すために声を出して泣けたなと少しすっきりできました、うん、よかったね。キーポンは翔ちゃんの渋い愛の手に思わずバリ渋いと叫びましたCD のあの高い声の愛の手が頭の中にあったのですごくびっくりしました。あと2番終わった後の感想でダダダダーンのところでナオニーがめちゃくちゃ頭後ろに反るところ、首のラインがめちゃくちゃ好きです久々に見てかっこいいってなりました、って言ってきました。ありがとうございます。僕はあそこ大好きで毎回やってるんですけどね、なかなか映像に撮られてなかったり収録されなかったり、なるほど、あそこ毎回やってるんですけどね、はい、ただ今回狭いあの大きいね、あのスタジオではなかったので、うんうん、そんなにやってなかったんですけど、じゃあ角度とか良かったのかな、カメラのね、うんうん、首の筋が綺麗って言ってた、ね、いやもう最近ねシワだらけの首なので、いやいやいやさあ続きましてこちらですね、神奈川県のかなからいただきました。なおにんゆけんさんトラボー、はい、トラボー、今回のポイント2もとってもとっても楽しかったです。オープニングからワクワクが急上昇しちゃう素敵映像で、タイトルの変化なんて鳥肌立っちゃいました。すごい、曲たちもアレンジ違うとこんなに変わるのってくらい新鮮でしたし、うんうん、前回も素敵だった背景がまたさらに素敵になってて、うん、光さす方へなんて
海の水面がキラキラ反射しててすっごく綺麗で吸い込まれちゃいました、うん、しかもあれが手書きだなんて信じられません。なおに言ってば何者すごすぎます、うん、ありがとうございます。帰りの泉の雪景色もあの場の凛とした、それでいて優しい空気感が伝わってくる美しさでした、うん、そして暗転があったからよりライブ感が増し増しでしたし、アンコールもたっぷりやってもらえて嬉しかったです、うん、初回 MC からスタッフさんが何度も時計を見てしまうほどの長さになるというこれぞナオニーというシーンも多くてめちゃくちゃ楽しかったです。本当にありがとうございましたといただきました。ありがとうございます、いやー嬉しい感想ですね。いやー前回よりもまあ映像も頑張りましたしね、うん、さあで第3弾はどうなるのでしょうということで、まあサポートメンバーも増えたのもありまして、実はですねスタジオを変えましょうっていうところになっておりましてで背景とかの手法も今までとこの2回とちょっと今回の第3弾はですねサマートゥーシーン、ね、7月24日18時からありますけども、こちらはですねちょっとこうまた見え方が変わりますぞという、うん、感じになると思いますので、おこう来ましたかみたいなね感じで、より多分ライブ感は出るんじゃないかなっていうですね、うん、3人も来ると、そしてギターじゃなくて鍵盤が来るとですねやっぱりスペースがどうしても足りなくなりましてね今回はですねまたちょっと別なスタジオに行って新たなまたこうセッティングでやるので、また結構大変だろうなっていうですねその辺のまたチャレンジもあったり、そして今回のこの、ね、編成もちょっとびっくり仰天な感じでございますのでね、ねえそんなところのメールもご紹介してみましょうかね、はい、こちら埼玉県のおけいさんからいただきました。サマートゥーシーンのサポートメンバー発表されましたね。開けてびっくり玉手箱おお、サックスのタグさんにまさかのダブルキーボードのダブルマサさんね、マサとマサルくんね、これはこれはまたさらに今までにないものを聞かせてもらえそうでワクワクが止まりません。2人の鍵盤で1人で弾くには不可能な複雑な音の絡まりを奏でてくれるのでしょうか、それともエフェクトを使っていろんな音を聞かせてくれるのでしょうか、そこにサックスがまたどんな風に交わってくるのか、私の貧困な想像力では思いつきません、うん、でも一番の楽しみはやっぱりなおさんの歌と笑顔です。ありがとうございます。2つのライブのセトリからどれを選んでどんな風にアレンジされるのか、うん、本当にいろいろと考えてくれてありがとうございます。毎回同じじゃない、そんななおさんの発想力にこだわりを感じます。いただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、本当に大変なんですやる方もびっくりしました発表する前に今だったら変えられるかなって思うぐらい、いやいやいややっぱりキーボード、ね、鍵盤だと結構大変かな、うん、実際にねマサとマサル君からもですね、うん、ぶっちゃけ大変っすっていうね感じのね打ち合わせでどうしますみたいなやつ、うん、なおさんどうしたいんですかみたいなね、うん、ところもありまして、なんとかねこういい感じになるように、ね、これでベースとキーボードがいたら、まあ、フルバンドになるんですけど、うん、これがねギターと鍵盤だったらまだねスピード感は出せるんですけど、うん、鍵盤っていうのがねスピード感が実は出しづらいんですよ、うん、テンポのある曲でも鍵盤の弾き方っていうのはですねよっぽど手だれのものすごいプレイヤーとかねそういうのが得意な人だったらやれるかもしれないんですけど、うん、そうでなかったら大体こう弾くパターンって、まあ、大体決まってるっていうかね、なので鍵盤からこうスピード感を出すのが難しいところなんですけども、それをですね多分ひょいとやっていただけるんじゃないかと、うん、期待をして頼んだのがマサとマサルくんなの で、うん、でさらにそこにですね、ねタグが入ったらタグのサックスのあの音が入ったらいやこれは楽しいに決まってるでしょうっていうところでね、私は期待してるんですけどもね、もうすぐリハやるんですよ実は、なのでそれでどうなるかね、うん、どう出るか俺もドキドキなので皆さんも楽しみにしてていただきたいなと思います。さあ続きましてこちらトラブルネームシャルロッテからいただきました、サマートゥーシーンはついに君に会えてよかったの感想のサックスが聞けますね、感想明け画面の前で一緒に歌うことをイメージしたらインターネットの端と端もうしっかりリアルですね、うん、って書いていただいてますね。そうなんです。あとねウィンドチャイムとか買ったらどうですかナオニーみたいなねチラリラリリエンっていうね楽器とかいいですよって言われましたけど意外と高いんですよあれねうーんって思いながら、さあでも君に会えてよかったら歌うとは誰も言ってませんけどもね、どうなるんでしょうか。でも感想のところはねサックス CD はサックスですからねこれサックスで聴けるとやっぱり楽しいでしょうね、期待しちゃいますよね、僕も期待してます、どうなるんでしょうか
さあ続きましてこちら兵庫県の鈴根鈴代鈴カステラからいただきました。サマートゥーシーンの画像のなずみさんの、なんだかアンニュイな表情にドキドキしています。あれですね、あのバナーの写真のことですね。そうなんですよ、やっぱねサマートゥーシーンはちょっとアンニュイなんですよね。2つともねツアーがね、ポイント2早引き特典ありがとうございました。クリアな音がなずみさんの深い歌声がむっちゃ好きです。タイトルが動いてキラキラする映像もいいですね。次の特典曲はあれかな、想像してワクワクしていますということで、ね、ただいま受付中でございます、ね、早引き特典とってもいいですからね、皆さんぜひぜひあのゲットしていただきたいと思いますよ、はいはい、ね、毎回ね、あのいろいろ考えてやってますけども、サマートゥーシーン、あの実はですね、あのサマートゥーシーンで使う映像の一部をですね、うん、この間撮影してきたんですよ。ブログにはですね、何の撮影だったでしょうみたいなね、あ、インスタの方だったかな、そんな感じで書いたんですけども、はいはい、実はですね、じゃあちょっと行っちゃいます、はい、もうあとだってもうあと20日ばかりでしょ。そうだね、そうなのよ、うん、そんなにもたいぶる話でもない、そろそろ告知しなきゃいけないんだよ、何言ってんだよ。そうなのよ実はですね、はい、岩手県に撮影しに行ってきました。イエイ、実家の方に行ってまいりましたよ皆さん。ということで、やっぱりほらシーンも今回はねセットリストの中にあるということで、うん、それにちなんだものをって言ったところでですね、どこかね、まあ、全部はいけないのでこのご時世なので、うんね、どこかにしようというところで選んだところはやっぱり聖地の聖地、はい、生誕地、はい、ね、岩手に行ってまいりました、うん、詳しい話はまたこの番組でもお話ししたいと思います。お楽しみに、はい、ということで普通歌お届けしました。高橋直澄デビュー20周年記念配信アライブ第3弾、サマーウィンドとシーンツアーのセットリストを中心にお届けするライブ、直澄高橋 20th Anniversary Alive サマートゥーシーン、7月24日18時スタート。詳しくは高橋直澄のホームページをチェック。夏風に思いを馳せ、今残したい風景をあなたと。やりきったわ、充実、まあ、見つけたわ、ジャージー、充実、ジューシー。今週のお題、おやすみ、これですね、毎週ね、なんかこれ嬉しいって言ってるくれる人がいるんで調子こいて毎週最後に言ってますけどもね、はい、さあということでおやすみ行ってみたいと思います、うん、福井県の、バカンスな子からいただきました。あ、わかりやすい、わかりやすい。お昼休み、まだ大勢でランチできた頃、唐突に無人島に一つだけ持っていくとしたらの議論が始まりました、うん、あるある、一人の女子が、私は絶対マスカラ、目さえ漏れればなんとかなると豪語するのです無人島なのにと聞くと、うん、船でフラッと誰か寄るかもしれないしとのこと。そこにいた全員でフラッと立ち寄れる無人島ならそれはただのバカンスじゃとツッコミを入れて大笑いしたのを覚えています。本当になんてことない日常だけど、この日常の大笑いが振り返った時に光るのかなと思います、うん、くだらないバカ笑い大切にしたいですね。なおさんだったらバカンスの暇つぶしに何を持っていくと思いますか、ね、いただいてます。なんかね、あのね、なおさん休みだったらどうするのって質問も多かったです実は、うん、そうなんですよ。これね、バカンスの暇つぶしに何を持っていくかという質問であればですよ、私高橋直澄はですね、持っていかないあという選択肢を選ぼうと思います、うん、ま、俺ね、その他の人も直さんっていつも仕事してるイメージがあるって言うのよ、うんうん、なんかだからファンクラブの直火とかねやってると、うん、実際に1日丸々休みってないわけよ、あれ更新してると、うんうん、なのでなんか持っていっちゃうと仕事しちゃうのね多分俺のことだから、うん、そのさっきね FC とかブログもそうだけども、だからあれがあるからね20年間多分ね丸々休みっていうのはね入院した時ぐらいだと思うのよね、うん、うんうん、本当に休んだって。あとはね、岩手に家族と温泉に行った時に、うん、携帯の電波が届かない時があったんだよ下戸温泉に行った時に、うんうんうん、その時はもうなんかこう更新しないのがもう落ち着かなかったんだけど、うんうん、それでもう諦めがつくじゃない、もうだって更新できないんだからっていうところで、うんうん、で一番その時にああなんか伸び伸びしたなっていう記憶があるのよ、うんうん、なんか更新しなくてもいいんだって。でもその
携帯で写真撮ったりとかするときに、うん、あらこれはいついつのブログに載せようとか、うん、やっぱりそっちにあの頭がいくんだなっていうねそういうふうに思うので、結果僕は持っていかないっていうですね、ふうに思っております。なるほど。もうとにかく何も考えてないっていうことをやってみたいですあのなんだろう、なんかやらないと無理だろうね、なんだろう、あの瞑想とかさああいうことをやらない限り俺無理なんじゃない、何も考えないって。意外と何も考えないって無理だからね、うんうん、だってあの座禅だってなんだってほら呼吸のなんかをこう感じてとか言うじゃん、うんうん、息吸って吐いてみたいな、うんうん、俺多分あのバシンって叩かれるやつやったらしょっちゅう叩かれると思うよあなんか寺かなんかでやるじゃん、はい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 、ねあれやったらしょっちゅう叩かれると思う、うん。さあ次に行きましょう。愛知県の籠直美からいただきました、今回のお題のお休みですが、最近は都合が合うときには地元芸人が出演するお笑いのライブを見に行ったりしてます。仕事を始め結構ストレスも溜めてしまいがちな世の中、それを生のお笑いを見て笑うことで少しでも解消してます。地元の芸人さんの一部には名前と顔も覚えてもらえてるくらいに通ってますねって。これいいね。でもね、地元の人の応援にもなるし、うん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 、でね、なんかちょっとこう覚えてもらったりそれはそれでやっぱ嬉しいしね、うん、応援のしがいもありますからね。確かに、いい、なんて人の応援してるんだろう、俺も気になるな、見てみたいねちょっとね、ありがとうございます。じゃあ続きましてこちら、大阪府の大仏友香ちゃまからいただきました。先日産前っていうの分かります？あの産む前ですね、産む前最後の、はい、仕事をして産休に入りました。あら、約9年ずっと仕事をしてきて休みたいなーって思うことが多々ありましたが、うん、いざ1年間出勤しなくていいと言われるとなんだか落ち着かないですないものねだりで1年後にはまた休みたいって言ってるんだろうなーって思います。いただきました、うんうん、そっか、もうそんなことになるのか、9年も経つとね私的にはですよ、この番組にですね、この今のご職業、今これは書いてないのであえて言いませんけども、うん、このご職業のなんかこうね、受かりましたよ、免許取りましたよっていうかね、その時にあの写真を送ってきてくれてね、はい、でこうちゃんとこう清掃をしてね、送ってきてくれたっていうの、この番組的にはですね、もう親心ですよ、もうおめでとうみたいななんかね、うんうん、ドキドキしてたし、それが受かって、もうベテランですよ、もうこれ9年もやってたね、ね、うん、その大仏ともかちゃまが次はお母さんの1年生になるわけですよ。こんなに親心になるメールある？なんかね番組長いこと続けてると今日で何回目ですか？954回目ですよ、ね、すごいことですね本当に、うん、ね、まだまだあの、ね、落ち着かないと思いますし、これからが大変だと思いますしね、うん、あのお体大切に頑張っていただきたいなというふうに思います。またねこうやってあのご報告いただけると、トラブルメーカーのね、中の親としてはとても嬉しく思いますのでよろしくお願いしますさあもう一つご紹介したいと思いますね。こちら長野県のみぼりんからいただきました。今年は早くも梅雨が明け、もう夏ですね。夏といえばアイス、スイカ、夏休み。私の子供の頃、長野県の夏休みは7月の終わりから始まって終わるのが8月のお盆が過ぎたところで、これ僕の実家の岩手と同じぐらいですね期間は約20日ほど、超短いよねってよく友達と文句言っていましたそれでも1年で一番長いお休みなので楽しみで毎年ワクワクで、待ち遠しいお休み、うん、朝ラジオ体操に行き、昼間は学校のプールに行き、その後は友達と遊び明かし、夜は毎日花火大会、そして3食昼寝付き。素晴らしい。あの頃は短いって文句言っていた夏休みですが、今となっては20日間ってなかなかお休み取れないそれそうだですよ ね, ね今頃になって気づいた最高のパラダイス、うん、そして夏休みの最終日、何もやってない宿題の山、怒られながら家族総出でやったあの日、お休みと言って思い浮かんだのは楽しい思い出とやっていない宿題の山でしたなんともなんだろう、ポエム的なとても素敵なメールでしたね、うん、ありがとうございます、ね、皆さんから、ね、お休みなのでいろんなメールいただきましてありがとうございますね。
僕もそんな夏休みでしたね。本当に今となってはいいなと思いますね、うん、ということでね、リクエストもいただいてるんで、そんな、ね、夏休みに近い曲お届けしたいなというふうに思います。リクエストは新潟県のライムからいただいております。次はサマートゥーシーンがあるということで、私はシーンの夏色の翼が一番季節的に今がぴったりだし、大切な人に送るイメージの歌で大好きです。次のアライブのセトリに入ってるといいなと思います、といただきました。ありがとうございます。ということで、お送りしたいと思います。高橋直澄で夏色の翼。お送りしてきました高橋直澄のトラブルメーカー、いかがだったでしょうか。番組では普通のトラメー、番組の感想リクエストメールでどしどしお待ちしております。現在募集中のジュージュージューシーズのお題は夏ります、そしてギリギリでございます。いろいろギリギリな時期でもありますね。何ということで、そしてライトなお悩みなら俺にくれーということで、ただいま絶賛パトロール中の危なおでかにも気軽に相談していただきたいと思います。よろしくお願いします。番組メールアドレスです。東海ラジオはトラメカアットマーク都会レイディオ .co.jp、 ギフちゃんはトラメカアットマーク zf-web.com、 東北放送はトラメカアットマーク 1260.jp、 高橋直澄のトラブルメーカー、それぞれの係までお待ちしております。メールの方は懸命にコーナー名を書いて送っていただきたいと思います。番組ホームページは高橋直澄のオフィシャルウェブサイトのトップページにリンクが貼ってありますので、そこから飛んでみてください。よろしくお願いします。ということで、いろいろと楽しみなことが今月もありますねっていうところでね、24日お待ちしております。チケットも早引き特典付きで今発売中でございますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ということで、お時間がやってまいりました。30分のお相手は僕高橋直澄でした。また来週もここで元気にお会いしたいと思います。それでは今夜はおやすみ、せーの、まったねー。目を閉じれば見えるよ、初めて伝わるもの感じてた。忘れないで、忘れないよ、悔しくて辛い涙も。高
高橋尚美デビュー20周年記念配信アライブ第3弾、サマーウィンドとシーンツアーのセットリストを中心にお届けするライブ、尚美高橋 20th Anniversary Alive Summer to Scene、 7月24日18時スタート。詳しくは高橋尚美のホームページをチェック。夏風に思いを馳せ、今残したい風景をあなたと。